こんにちは、アルチンチャンネルです。今回ですね、ジミニゲットのエアドのボーイン767-300イアロを紹介したいと思います。はい、じゃじゃーん。おー、いいですね。エアドです。ただ、当時の社名は、北海道国際航空ですね。はい。これ設立当時1998年の名前ですね。その後2012年にエアドに変わり、社名を変更されました。はい、機体はボーイン767-300ER です。いいですね。今回も特別図書記です。はい、札幌、東京の竣工3周年で実施された特別図書記ですね。図書記ですね。スペーマ機です。いいですね。アルチンのスペーマ機が大好きです。はい。ページの裏です。ボーイン767-300ER のデータですね。はい、今回もクロスウィンです。企画発売元です。いいですね。では、パッケージはこうなります。はい、スケールは400分の1ですね。はい、いいですね。では、じゃあ早速、開けてみたいと思います。1、2、3。いいですね。はい。じゃあ。はい。じゃあ、ジミニゲットのエアドボーイン767-300ER です。特別図書記ですね。北海道の宣伝です。北海道特急の竣工3周年の特別図書記です。いいですね。かっこいい。ボーイン767-300大好きです。はい、機体番号は JA01HT ですね。はい、これは、エアドの発足してから導入された、2号機です。1号機は、も767-300ER です。はい、ジミニゲットです。いいですね。この機体は2000年に導入されて、で、2021年、去年の3月に退役されました。22年間で、運用されたので、もう機体の、年齢が超えているので、もう退役となりました。いいですね。かっこいい。で、今回の特別図書記は北海道の観光地ですね。風景が書かれてます。こっちも違う風景。いいですね。いろんな北海道のいろんな観光地の風景が描かれてます。かわいい。やったー。はい、アリキン今まで。はい、ボーイン767。これは、エアドの社名変更後の当初ですね。最新。これはボーイン737-800です。かわいい。あと、一番かわいいのはこれです。じゃじゃーん。エアドの当初ですね。特別図書記です。かわいい。これもクロスウィンの。企画対象。はい。今回は767です。いいですね。はい。エアド自体は北海道なんですけども、ANA の参加が入ってます。資本が入ってます。で、また、昨年度の発表で、エアドとソラシドの、統合される予定ですね。今年から何らかの動きがありそうです。ソラシドとエアドの、九州と北海道ですね。いいですね。かわいい。はい、では、今から探偵版で展示したいと思います。はい、エアルーのボイ767300イヤです。機体番号 JA08SD ですね。エアルーの発足当時の導入された機体の2機のうちの1機です。特別図書記です。いや、北海道の観光地が描かれている特別図書記です。空港の駐機場のプチジオラマです。今、エアルの JA01SD が駐機中です。はい、以上です。アルチンチャンネルでした。今回はジェミニジェットのエアルのボーイング 767-300ER を紹介しました。はい、じゃじゃーん。はい。特別図書記ですね。北海道、試される大地北海道という特別図書記です。2001年から2006年に使われた特別図書記です。おー。かわいい。おー、いいですね。はい、ここに、タイマー、書いてある。はい、試される大地の北海道です。はい、北海道観光地、の、各地の、自然の、風景を描かれている特別図書記ですね。北海道の観光を促進するための特別図書記です。いいですね。はい、機体番号は JA08SD ですね。エアルの設立時に導入された飛行機の2号機です。はい、2000年に、導入されて2021年に待機されました。おー、かわいい。いいですね。はい、また他の特別図書記を集めたいと思います。はい、ということで、チャンネル登録をお願いします。またね、バイバイ。